皆さんこんにちは。文芸評論家の小川太郎です。石破総理の所信表明演について、真、ま、っ先に解説をいたしましょう。えー、まあ、なんかね、あの認証式の写真とか、まあ、なんて言いますかね。皆さんも見ました。なかなか思って、こうね、だらし内閣とか、腹出し総理とか、いろいろ言われてますけど、まあ、あの。 まあね安倍総理の岸田内閣,とも安倍内閣とも比べてくださいよって言ったってもうしょうがないんでなっちゃったんだから、えー、まあ仕方がない、えー、望んでいなかった結果だけどこの国を潰すわけにはいかないで、えー、気を取り直してですね所信表明演説としてどう評価するかというとこれはほとんどですね岸田政権の を大きく言うと、まあ、岸田政権の、えー、もうほとんどコピーですね、えー、と文字を読んでるとこれ岸田総理の所信表明だろうという感じでということは、えー、ほとんどその,安倍イズムの踏襲なんですねそうすると、まあ、いろいろ思うことありますよね。じゃあ石破さんは あれだけ安倍さんを後ろからの背中から後ろから球を打ってんでね自分のどんな国家感があったんだよあなたにはとどんなその政治家としてどんなその総理としての国家像があってえ安倍さんを批判をしたりですね党内野党をやってたんだというぐらいこれではまあ岸田総理の ほとんどコピーに近い、えー、中に、えー、すごくこれは期待したいといいことがいくつかあります。これは評価していないとき。私はまあ感情的なことは別にして、やっぱり一国の総理でわ我が国の総理でありますから、えっとファクトベースではねあのー、きちっとお伝えをして、なんかなまた闇雲にバカにするような番組は私は撮りませんから、あのそれはご承知おきください。あの。 ただあと問題があります。これはちょっとあの今のうち釘刺しとかないといけないなというような問題もあります。えっ、ー、とどちらもあるんですけども、あのまあ普通に考えて、えー、政治の方針自体は、えー、概ね変わっていない例えばただねまああれなんですよなんていうかなうん現実には。 この所信表明を聞いて率直な感想を言いますとですよ方向は結局は岸田路線なんですということは安倍路線なんです、えー、しかしですねあのその多くが非常に抽象的まあ本当に抽象的なんですね。例えば、えー、外交、えー、私は現実的な国益を踏まえた外交により 日米同盟を基軸に友好国同志国を増やし外交力と防衛力のバランスを両輪をバランスよく強化し我が国の平和地域の安定を実現しますと、まあ、その際自由で開かれたインド太平洋というビジョンの下法の支配に基づく国際秩序を堅持し地域の安全と安定を一層確保するための取り組みを主導してまいりますとまあそれはね新任の総理なんで。 えー、そんなに具体的なことが言えないのかってこういうことになりますよね。しかしですねあのここまで、えー、これ、まあ、例えば日米同盟を基軸に友好国同志国を増やしてこれ友好国同士国を増やしてこれは何なんでしょうねあの具体的にどういう構想があるんでしょうかってこうなりますよ。ですから あの、なんていうかな、ずいぶん緩いですよね。つまり、これまで外交、あの、要するに党内野党をやっていて、本当に今回五回目の総裁選挑戦なんですよ。したら、やっぱり本当に総裁になる気があったと思えないというのは、正直な感想ですね。つまり、本当にやるんだったら、あの、この人防衛がお得意なんでしょだったら、やっぱり、その、友好国、同志国を増やして。 さあなんか作文じゃないんだからさあの具体的にどういう,う,いう戦略でどういうビジョンでって言った時に例の要するにアジア版 NATO の話をしてインドの外務大臣にいきなり否定されちゃったようにです、ね、あの準備が足りてない私が何が言いたいかというとあのとりあえずあの客観的に言ってこの全体にものすごい緩いんです。で あのこの緩さというのは、えー、石破さんが総理大臣としてのビジョンを全然しっかりとつ作ってこなかったということが正直に出てしまっているんですね。そうするとあの、まあ、どうしても現実に国会論戦や実際の外交がこれで展開できるんだろうかといった時に外務大臣が岩屋さんですね。あの 外交経験もほとんどない上えに、まあ、非常にリベラル党内リベラルでかつ日朝議連のトップであるわけですからあの本当のところですね、えー、こんな緩い所信表明の外交それは方向が変わったら大変なことで変わってないだけいいということにはなりますよ。それは 日米同盟を見直し友好国同志国を減らしって言われたら大変なことになっちゃうんでそれはそうですつまり結局安倍さんが敷いた路線のままなんですからで現実には安倍さんが敷いた路線から外れることができないってことですだったらあとは具体的にどのくらいのグリップできる力があるかでしょつまり 具体的な政策を持っていて具体的にそれを実現可能な政治指導者かどうかといっ点についてですね、えー、非常に疑問がある例えば「我が国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面しています、ね」てこれ岸田さんのフレーズなんですよ。というかこの中には岸田フレーズそしてかつ 安倍さんの名前は一度もこの方出してないんですけど、安倍フレーズも結構残っているんですね。私はこれはさすがにうんなんていうかな、政策の継続性っていうのは大事ですよ。でも自分の政治哲学や政策を持ってたら、同じ方向を行くにしても自分の言葉になるじゃないですか。新しい珍奇な用語を使うっていう意味じゃなくてね、あの自ずからそうなるものが。 ちょっとと言葉のカーーボンコピーが多いいいことに結構驚いていま,すまあただとりあえず中国およびロシアによる一連の領空侵犯が発生した我が国の主権の重大な侵害ですとまた北朝鮮は核ミサイル開発を継続し、えー、かつてない高い頻度で弾道ミサイルの発射を繰り返していると、えー、米国を射程に収める長射,射程ミサイルの開発も追求していますということで、えー、このような中 国家安全保障戦略等に基づき我が国自身の防衛力を抜本的に強化すべきことは労を待ちませんということでまあこれも安倍岸田路線ですよねただその中で私としてはじゃあ評価する今回のこの所信表明で一番評価することを言いますこれは防衛衛力のの最大の基盤は自衛官ですいかに装備品を整備しようとも防衛力を発揮するためには人的基盤を強化することが 不可欠ですということで自衛官についてですね自衛隊についてですねここに自衛官の生活勤務環境や処遇の改善に向け総理大臣を長とする関係閣僚会議を設置しその在り方を早急に検討し成案を得るものといたしますこれは、えー、素直に、えー、大変評価できますぜひ、えー、とも真っ先にやっていただきたいとでこれが大事なんですよ 一つ言います、まああの、評価すべきこととして言うと結局、安倍さんが戦後レジウムからの脱却と称したところから第二次政権で戦後の政治方向が本当に転換したんですね、そしてそれをえ菅さんが踏襲し岸田さんが加速をした。そして あれだけ安倍さんのことをケチをつけてた石破さんも実は安倍さんの手のふらの上に乗っかってたということが今回のある意味で最大の収穫ですこれは別に安倍が勝って嬉しいとかって個人的なこと言ってんじゃないでしょう要するに安倍さんが転換した国策が一番安倍さんをあからさまに悪く言ってた石破さんも同じことをやると言ったんだからこれは日本の国家方針。 自民党政権である限りはこの方向でいくということがいよいよ確定したわけですよ宏池会の岸田さんと清和会の安倍さんは対立するんじゃないかと思われたらむしろ岸田総理は加速したでしょ。そしたら今度は安倍さんを個人的に憎んで一番悪く言ってた石破さんが安倍路線を完全に促進する側になっ,たなっていることが明らかになった。そそしたら我が国が国ですねもうその 総理のたこれな政策ははしたたがらるとっきりしたただ何度も言うようにここまでぼーっとした文言が多いと今のところは彼の言葉石破さんの言葉なんですよここは間違いなくつまり石破さんがこだわって分かって自分が自負している場所は細かくなるでしょうそうすると逆に言うとそれ以外のところはあんまり知らない総理大臣だってことだから私は 政権がが本当に持つんだろううかということいこは不安がありますでもどうせだったらこれ今の自衛官の処遇これはこんな総理大臣を長とする関係閣僚会議を作るとまでもう明言したんだからまずはやってもらいましょうもう今総理である以上。したら次あと沖縄についてですね沖縄の基地問題の解決のみならず沖縄経済を強化すべく支援を継続するということで。 これも、えー、沖縄についての言及は今中国のプロパガンダが日経新聞でも伝わりましたね、えー、架空のアカウント200以上のアカウントで、えー、中沖縄が実は、まあ、あの中国本当は中国領土だみたいなプロパガンダが行われている中でいわゆる沖縄問題を、えー、強く言っているのも評価できることではないかと思います。あと経済政策はですねねももううう笑笑っっちちゃゃぐぐららいい 隅から隅まで、岸田さんのコッペなんですよ。岸田政治のコッペです。で、あの、えー、それだったら、総裁選して変える必要なかったやんと思うんだけど。ただ、下手なことやられるよりは、百万倍もマシです。もう一度言いますよ。百倍と言いませんでした。百万倍もマシですよ。下手なことやられるより。ですから、あの、このところ、えっ、ー、と、金利についても発言を修正しましたね。修正したら、やっぱり株価も落ち着きました。 要するにあの変わったことをやればやるほど今、政策はねこれ,これも皆さんねあの何度も私は一貫して言ってきたけど安倍さんを高く評価してますそして岸田政権も高く評価してますなぜなら政策の概ねが正しいと私は思ってるからですそして私の番組は私個人でやってるのではありません。こ、え、こ、ー、この総合ここにもあります <laughs> 日本平和学研究所のこれ機関紙でぜひ興味を持って頂い,いたらあのこれを購読なり会員になっていただきたいんですけどこの研究員この研究員には裏と表がありましたね裏研究員というのはこれはもうずっと私をいろいろなその情報収集等でや意見交換で支えている裏研究員がいてこれは優秀な人たちはたくさんいるんですよ実は。そして表研究員はもう あの各界の日本の最高の学識経験者を、えー、要しています。この人用のご意見をまあ毎日のようにいろいろやり取りをしながらこの発信をしているんで、小川太郎個人が思いつきを喋ってるわけではちょっとないんですよ実は。でそういう中でですね、この経済政策について岸田政権の政策は非常に正しい方向に、しかもそれも加速して政権の方向が正しくなっていると。 概ねにおいてて私は認めてますだから、まあ、カーボンコピーでもいいんですけどただ、あのー、コピーだと総理本人の石破さんの中で腑に落ちてないとね実際にはいろんなところでこう役所や,やらいろんな利権の賊議員からあっちでもこっちでもいろいろそのこのなんていうんですかね、えー、侵食してくるわけですよ。あるいはこういろんな骨抜きにされるんですよ。だからそれがそれ を防げるだけののがいるのかと、まあ、小野寺政調会長や加藤財務大臣はあの強力な人材ですから彼らあと,、えー、と我々の私どもの保守安倍側の同志としては木内稔さんが経済安全保障の高市さんの後を継いでますから、えー、そういうような方たちがしっかりとですね支えていただきたいなと。 とううす。とかねこの中でちょっと非常に気になることを、えー、石破さんは言ってます石破総理は言ってます、えー、ここをちょっとあの注意喚起しておきます、えー、石破総理の所信表明ではですね、えー、国全体の経済成長のみならず国民一人当たりの GDP の増加とこのあと問題なんですよ。 満足度幸福度の向上を優先する経済の実現を目標とします。そのために官民で総合的な幸福度満足度の指標を策定共有し一人一人が豊かで幸せな社会の構築を目指します。これねちょっと満足度とか幸福度を,増を、えー、と向上するっていうと。 それ自体悪くないよだけどね官民で幸福度満足度度の指標を作るって何ですか幸福度とか満足度の指標を官民で作るなんてねもう国が我々の私生活に入ってくるのもこれ以上いい加減にしてくる働き方改革の時に私はもうこれは安倍さんに「失勢ですよ総理」と言って実際失勢でしたこれだけは安倍さんの内政における失勢ですよ で、これ、むしろ、見直すべきです。民間の民業に、国は、もう、いろいろ口出しをしたりね。管理をすること、自体が、民間のストレスでしょこんな幸福度、満足度の指標を、なんで、国が作るんですか。幸福度、なんか、わかりませんよ。何が幸福度だ。そして、今、幸福である。今、幸福であると感じることに。固執したら、将来、不幸になったりするわけですよ。 例えば簡単な話ですね今お金をもがもかったとしますで今の幸福度から言ったらね私の経験があるから言ってんだけどねお金が入ってきたああ毎日使っちゃえって,って今幸福感いっぱいですよ今日もいろいろ買い物した今日も贅沢した幸福ですよ3か月後地獄ですよ一銭もお金がないし入る見込みがない幸福度なんてものはね そんんなもん長期的な帳尻が合わない幸福度なん,なんですこんな指標を作ろうとしたって長年むちゃくちゃ苦労したもう本当にもううめきながら生きてきたでもそのうめきながら生きたあるいはある上司のしごきに耐えてもう本当に泣いて恨んで上司を泣いて恨んだでもそれがあってこの年になって振り返るとなんて自分はここまで成長できたんだろうとかっていうのがあるでしょ人生には。 その時は泣くんですよ恨むんでですすよよ恨むその時にねこの上司のせいで自分はって言って今パワハラとかねそ全部そうですよ。その瞬間の幸福度みたいなものでその時不幸な目に遭ってるって言ってそれでこんな幸福度やったらこれね普通に考えたってね相互幸福度監視社会になりますよ。ね、あの会社で上司は 部下の幸福度を下げてるんじゃないかと思ったら説教一つできないよ今だってそういう現象起こってるんでしょ大手のメーカー企業さんではそれが加速するだけですで、しかもこういうところに人員とか予算が入ると幸福度利権ができますよもう目に見えてるこんなことやってもう民間に国がっていうのを一度思い切ってねあのむしろ民間にしっかり手渡すという側に、えー、この機会になって いいたただきたいとあとこの中でね最低賃金の引き上げについてこれは岸田総理からなんですあの2020年代に平均1500円という目標に向かっていくとでこれ岸田総理が言って今上がってますただこの最低賃金というのは,、ね、はですねあの中小企業それからですねこの公益性の高いつまり儲けの利幅が少ない事業があります。例えば 高齢者福祉みたいなところとか介護とかそうなんですよ実はこういうところはですね本当に利幅が少ないところで賃上げの金額を国が設定しちゃうと、えー、逆にもうですから最低賃金のようなものは目標設定はするけれども内部留保が散々ある企業とですね 本当に公益性と企業性がギリギリの領域では事情が違うこの辺りを確実的にしないでいただきたいというようなことが、えー、見ていて思います。でまああとはほとんどもうエネルギーからですね経済の好循環からイノベーションとスタートアップ支援からですね投資大国の実現からですね、まあ、全部これもう岸田政治の踏襲です。であとまあもう一つ問題、まあ、問題というか 防災庁を設置すするると言ってるんですね石破総理はこの防災庁つまり日本において防災は確かに、えー、重要になりますしかし防災庁を新たに、えー、設置をするということは、えー、このより大きなせとにかくこのね全体にあとね地方,地方創生の交付金を倍増させるってうんだよね。 例えば防災庁を設置するとか地方創生の交付金を倍増するとか全部ねばらまきだったり、えー、大きな政府でしょ大きな政府を作るということは税収がい予算がいるじゃないですかね予算がいることを言ってばらまくことを言ってるとそして増税をしないんですか一体財源はどううなるんだろうつまり、あのー、この 演説は全体として言うとその経済やエネルギーやなんかにおいて非常に岸田政権を具体的に踏襲する細,細かい話は大体岸田さんのコピーなんですよ。で細かい話は大体岸田総理のコピーでそして外交安全保障は安倍さんが作った枠組みでこれは私は両方支持している政策だから悪くは思っていないがそこに付け加わるにさっき言ったなんか わえているるここととに怪しいことが結構あるわけです今言った、まあ、自衛官の待遇はこれはもう大ヒットですからぜひ石破総理にやっていただきたいだけどもその幸福だ満足度みたいなのを官民で策定するこれは私は絶対にやめていただいた方がいいことだと思いますよとそれから、えー、今言った防災庁これはですね作るはいいけれど現状についてのですよ最初に防災庁設置ありきではなく 現状における防災について最大限できることをやってないそれからこの自衛隊の扱いをどうするのかと本来国防が任務なのにという問題と私の平和権でよく問題になるのはですね例えば消防団のようなものが事実上ものすごくもうあの有名無実化しているとつまりあの我々一般の国民が その防災において直接機能するっていう部分が消えちゃっている全部そのお国にお任せになっているこの地域社会の地域共同体の脆弱性ってものをしっかりと組み立て直すっていうところからやらないで中央に防災庁だけ作っても予算その分だけ人はいるわ予算はかかるわということになりかねません。これは日本における 新しい官庁を設置する時の必ず新しい利権と新しい人が増えてということに終わってしまうそれからさっき言った地方創生の予算を、えー、予算ベース当初予算ベースで倍増ということですけども、えー、とこれもですねこの前に竹下総理の話が出てくるんですよ竹下総理の場合に、えー、とふるさと創生って言ったのかなで地方自治体に一律1億円ばらまいたんですよ。そしたら みんな使いもしないコンサートホールとかができちゃったんですよ一年間に三回しかコンサートやらないね。だからお金をばらまきゃいいんじゃないだって今過疎化が進んだりしてるそうするとお金を単にばらまくという発想自体が石破さんを見るとですねつまり彼自身の発想が非常に昭和だねまさに彼が政治の師匠と言ってる竹下さん的な発想ですよでもう今はそうじゃない えー、この国を機動的にしてそ生産性を上げていくそして、えー、無駄をを省いいいてて活力を上げるっていう哲学がないんだねだから安全保障安倍さん経済政策内政エネルギーは岸田さんそしてご本人は結構竹下的昭和みたいな感じがあってあのまあそういう人を選んじゃったんですよみんなで。 だけど選んだ以上は悪口ましてバり雑言を飛ばすということは意味がありませんからまずは客観的にこの中で、えー、と安倍路線はしっかりとやるんだったらグリッピングをしてほしい岸田路線もしっかりやってほしいそして、えー、ばらまきはやめてほしい、えー、それから自衛官にだけはしっかりと処遇をしてほしい、まあ、こんなところあと最後がねなんかなんだっけ <laughs> かつて日本は 今ほど豊かかかではなかったかもしれませんしかしもっとお互い思いいやる社会でししたたに笑顔がありましたいつの間にか日本はお互いが足を引っ張ったり悪口を言い合ったりするような社会になってしまったのではないでしょうかと私はもう一度全ての国民の皆様に笑顔を取り戻したいと、まあえー、結構安倍さんの足を引っ張ったり悪口を言ったりしている人だったんでこれを聞いた時には爆笑してしまいました。 えー、ただまあ昔の日本がそうじゃなかったというところまで、えー、そんなに、あのー、きれいなに日本の昔を描いていいのかどうかはありますけれども、えー、笑顔のあふ、えー、れる日本を作ると悪いことじゃないけどまずご本人が、えー、笑顔の練習をするところから始めないと、えー、あの顔で笑顔国民の笑顔を <laughs> あのブスッとした顔でさ「国民の笑顔を取り戻したい」とかっていうとこれはあの笑顔ではなく失笑を買ってしまうのではないだろうかと、まあ、別に足を引っ張るつもりはないけどちょっとそんな一言言いたくなる演説でした。えー、日本平和研究所では、えー、総合の読者を求めているとともに購読とともに入会を求めております。 そして会員になりますとですね会員一番最低で主流会員なんだけど主流会員になっていただくだけでいろんな特典がついてきます毎週私の会員のみ対象の動画が出ますだからメルマガも出ますそれからえっ、ー、Zoom ですね今度の月曜日初めてですけども会員のみを対象とした Zoom、えー、ミーティングを私と会員の皆様で始めようと思います 研究員の皆さんでも任意ですねここに執筆しているような研究員の皆さんなんですけどもえが家の研究員の皆さんもお時間がある限り参加していただけるんじゃないかなと思っております、まあ、初めてなんでどのくらいうまくいくか分かりませんけれどもこれからですねあの皆さんと一緒に日本を作っていくとこの共に日本を生みなし直すということが私の志ですので、えー、皆さんとの意見交換楽しみにしております ぜひですね、この Zoom、えー、どのくらいの頻度で最低、えー、3月に1回はこの観光された月には必ずやろうと思うんですけども、えー、慣れてきたら少し頻度を上げてですね、いければと思っておりますから、えー、ぜひ皆様のご参加を、えー、お待ちしております。えー、最後に宣伝でしした。た。ありがとうございました